小学校教員は、小学校における教員である。小学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭などの職員が該当する。このうち、副校長、教頭、養護を司る、主幹教諭、栄養の指導及び管理を司る、主幹教諭、 養護教諭、養護助教諭、栄養教諭でないものは原則として小学校の教員の免許状を有していなければならない。小学校において児童の教育を司る。学校内における児童の安全、保護、健康面の管理なども重要な業務範囲となっている。原則として小学校教諭普通免許状を有していなければならない。専科教員の採用は音楽。 図工、家庭科などの教科で他講師と共通に行われる場合が多い。基本的には、小学校教諭免許上の教職課程がある大学、短期大学等で免許上取得に必要な単位を習得し卒業する。教職課程のない大学、短期大学等を卒業したものであっても、卒業時に授与された学位を基礎資格として、教職課程のある大学等に編入学したり、 科目通り修正として在籍し、必要な単位のみを習得することで免許状を取得できる。二種免許は年に一回文部科学省が行う教員資格認定試験に合格して取得することも可能である。この要件で二種免許状を取得した者が一種免許状に移行する場合、勤務経験により別表三で取得するケースと、 各都道府県教育庁から履修指導を受けた上で必要な単位を取得することによって別表1で取得するケースとがある。なお、教員資格認定試験の合格をもとに小学校教諭の普通免許を取得する場合は介護等の体験の必要はない。臨接講師の免許状を授与されている教員の経験者は教育職員検定により取得する方法もある。 通信教育による別表一での取得の場合、隣接講師の免許状を授与されている場合には、勤務経験がない場合でも教育実習の5単位のうち2単位分の実習相当を行っているとみなして2単位分、すなわち賞味等価相当分の実習実施に限じられることができる大学もある。ただし、実習を行う以上、事前事後部分は単位認定の対象とはできないため、 実質認定できるのは5単位中2単位相当分となる。なお、幼稚園教員の免許状しか持たないものでも、介護等の体験は必要ない。中学校、または高等学校の教諭の免許状を有する者は、その免許状の教科の相当教科を担任する、小学校教諭となることができる。 専修学校の専門課程で取得できるところは、横浜高等教育専門学校と福岡教員、養成所の2校である。1998年度入学者より、教育職員免許法、別表第1により免許状を取得する場合には、介護等の体験が義務化されているとして、科目単位習得の扱いが可能となったのは、2000年度以降、入学者が対象。ただし、 特別支援学校の免許状ないしは小学校の免許状を有する者が小学校の免許状の授業を受ける場合、または特別支援学校の免許状ないしは中学校の免許状を有する者が小学校の免許状の授業を受ける場合は免除とすることができる。介護等の体験が免除されるモノ効率小学校の教諭になるためには各都道府県などの教育委員会が実施する。 教員採用試験に合格しなければならない。公立の小中学校の教諭は県負担教職員に該当することから市町村立の小学校の場合でも小学校の教員採用試験は基本的に都道府県が行っているが大阪府では全国に先駆けて豊野地区の各自治体が不費負担教職員の教員任命権を移譲され2015年以降 大阪府豊野地区教職員人事協議会が独自で小学校教諭の採用選考テストを実施することとなった。採用教員採用試験は、概ね7月から9月にかけて実施され、筆記試験、水泳などの体育実技、ピアノ演奏などの音楽実技、論文、面接からなる。音楽や図工等の専科教員については、試験範囲が、 教科に応じた専門的なものとなっており、中学校等の多校種と共通区分で採用試験が行われる場合もある。かつての教員採用試験は年齢制限が厳しく、早い都道府県では30歳、多くが35歳から40歳以下とされている場合が多かった。近年、年齢制限を緩和、または撤廃する地域が増加しており、 定年年齢に達していない50代も応募できる地域もある。なお、教員採用試験の合格は、それによって必ず採用されるということを意味しない。合格者はあくまでも採用候補者で、教諭として採用される資格を得たということである。また、採用された後も1年間は、条件付き採用となっており、校長等が適性を見極めることとなっている。近年では、 市区町村が独自に教員を採用する例や民間企業や講師の経験者等を特別の選考で採用する例もある。ありがとうございます。